ジャン・ドルレアンは、フランスの旧王家である、オルレアン家の当主で、王位請求者。父・アンリ公の次男で、バンドウム公の儀礼称号を授与されていた。2019年、父の宝魚によりフランス公、パリ博の儀礼称号を襲い、名目上のフランス国王、ジャン四世として、オルレアニストと連合派に支持される。ジャン1965年5月19日、 当時まだ同伴だったパリ伯爵クアンリと、その最初の妻で、ビュルテンベルク王家課長フィリップ・アルブレヒトの娘である、マリー・テレーゼの間の第四子、次男として生まれた。1987年、祖父のパリ博アンリによって、バンドを向こうに助釈された。同年、祖父から後継者に指名されるが、1991年には、継承権を回復した父にその座を譲った。 2006年、トキソプラズマ症が原因で重度の知的障害を抱える兄のクレルモンハク・フランソワに代わり、父によって後継者に指名された。2019年1月21日、父の死と共にオルレアン家の家督を継承、フランス公、パリハクの称号も受け継いだ。バンドーム公夫婦と、長男ガストン、2010年撮影2001年にオルデンブルク大公制し、 ニコラウスの孫娘タティアナと婚約したが、宗派問題により、破談となった。ジャンが、プロテスタント神徒との結婚により、カトリック神徒の支持を失い、オルレアン家の多い請求権が弱まることが危惧されたためだった。2009年に、バスク人のフィロメナデトルノスと結婚した。民事婚は2009年3月19日に、パリで、パリ七区区長ラシナダティの主催により、 宗教婚は2009年5月2日にサンリスのノートルダム聖堂で挙行された。フィロメナはオーストリア出身の作家フランツ・フォンベルナーのリャシャ語である、妻フィロメナとの間に二男三女を設けている。ありがとうございます。